収は1万ドルです。いかがですか？基地内のことは国家機密で分かります。誰にも。何の目的があって我が国へ来た？これだけまとまった取引は最近珍しい。戦争でも始めるつもりか？君の攻撃プランのあらましを聞かせてくれない？あんたは何も知る必要はない。はい、皆さんこんばんは。今日の映画は男の匂いいっぱいの映画、戦争映画。戦争映画とはこれ。この映画の題名は雇われ兵ですね。どんな人物が出てくるか。この映画の原作がフレドリック・フォーサイスですね。さあ、この人はジャッカルの日がありましたね。それでこの映画の中身がお分かりでしょう。怖いですよ。男の匂いがプンプンしますよ。それからこの映画の総指揮はノーマン・ジェイソンですね。総指揮というのは監督の、もう一つ上の監督ですね。ノーマン・ジェイソンがこの映画を睨んでますね。さあ、だからこの映画は見事なシャープですね。ノーマン・ジェイソンはそうですね、屋根の上のバイオリン弾き、ジーザス・クライスト・スーパースター、その他名作がうんとありますね。それからこの映画のキャメラがジャック・カーディフなんです。ジャック・カーディフ言いますと、綺麗ですな。この人のキャメラは黒髄線、赤い靴、まだまだたくさん名作がありますね。私の伯爵夫人。そういうわけでキャメラがこの映画で見事な役をしてますけれど、この映画の監督がジョン・アービン。ジョン・アービンはこの映画で一躍有名になりました。今晩の映画で。そしてこの監督はやがてハンバーガーヒーロー監督しましたね。というわけで一流が揃えました。ここで俳優の紹介いたしましょうね。これがまたの楽しいですね。雇われ兵たちですよ。はい、映してください。これがシャノン。これをクリストファー・ウォーケンがやってますね。舞台でバラの入れ墨やってました。舞台の有名な役者です。映画の方ではグリニッチビレッジの青春、これが良かったね。それからアニーホールも良かったね。それからディアハンターでこの人助演男優賞を取りましたね。はい、次どうぞ。ドルー、このドルーの役をやってるのがトム・ベレンジャーです。トム・ベレンジャーは舞台では欲望という名の電車をやりました。良かった。それから映画ではセンチネル、ミスター・グッドバーを探して、その他プラトンもやってますね。つい最近この人はシドニー・プワイチョと共演してマウンテン・キングに出てますね。はい、もう一人デレック。これはポール・フリーマンでロンドンの有名な舞台俳優です。もう一人ミシェルになってる人、これはジャン・フランスワ・スタブなんて言いまして、この人はなんとフランスワ・トリフォーの監督、助監督だったんですけど映画に入りまして、フランスワ・トリフォーの思春期から映画に入りまして、そうね、この人は勝利への奪取という映画にも出ておりますよ。はい、写真ありがとう。見事な連中が集まりましたね。この映画は1981年、本当に男の匂い、男の厳しい匂い、戦争とはこれいう作品です。じっくりご覧ください。後でまた会いましょうね。はい、いかがでしたか？この映画の主役やってるクリストファー・ウォーケン、この人が言ってるんです。この映画をスリル、いかにも戦争映画と思って見てくださるのも結構だけど、本当の見方はこの戦争の犬たちの、犬というのは妻に去られ、友達は死んでしまい、自分自身も果たしてこの行動がいいのかどうか虚しくなった気持ち、この虚しい気持ちをこの映画から見てもらいたい。男たちの悲しいこの気持ちを見てほしいんだ、そう言ってるんですね。よくわかりますね。はい、もう時間来ました。それでは次週の作品ご紹介いたしましょう。フランシスコに犯罪の嵐が吹き荒れる時、ダーティーハリーのマグナム44が火を吹く。白バイに乗った謎の警官、そして殺人集団、事件の黒幕とは一体誰か。クリント・イーストウッドが送るパワフルバイオレンス、ダーティーハリー2。この女は危険だ。フロリダの暑い夜に激しく燃える男と女。しかしそれは女が仕掛けた罠の序曲。欲望に身を任せ運命の淵に転落していく男、そして奈落の底に引きずり込む魔性の女。ハードボイルドサスペンス、白いドレスの女。
それでは次週をご期待ください。さよなら、さよなら、さよなら。